ブックスタディ日本の歴史第37回目37回目ですねはい、はい、あの今回もですね早速、はい、リクエストフォームもうね、はい、たくさん来てるんですよ最近の本当にあに皆さんが書いていただいてそうあの極端に増えましたね選ぶのに 時間がかかるという、はい、あの、僕らにとっては嬉しい悲鳴です、ね、悲鳴と。でももうバンバン送ってほしいですね。そうですね。あの、本当にね、励みになるので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、えー、今回のですね、リクエストフォームです。ラジオネーム、兵庫のおたずるさん。はい、リクエスト人物、中岡慎太郎。広瀬さん、小川さん、こんにちは。毎週楽しく拝聴しています。 いつも面白い放送をありがとうございます私は現在三十一歳昔から歴史が好きで今は趣味で古文書を勉強していますすごいですすごいですね僕よりすごいかもしれないです僕古文書 <laughs> あの見,た見たことあんまないので <laughs> すごい、うんえー、広瀬さんの解説が毎回わかりやすく今まで注目していなかった人物にも興味を持つことができましたはい 特に幕末が好きなので、やはり幕末のエピソードは何度も聞いています。その中で、中岡慎太郎のことがたびたび出てきたので、ぜひ一度取り上げていただきたいと思いました。これからも毎週楽しみにしています。目指せ100回ということで。そうですね。はい、もう100回をはるかに超えたいなっていう思いはありますけど。で,ね、でもありがたいですね。ありがたいです。もう、う、今日でね、今日で今回で37回目まで来ましたけども、はい、あのー、 どうですか今回はこの兵庫のおたずるさんのじゃあ行きましょうか,ょうか中岡慎太郎。ということでですね、えー、今回はですねあのもういただいたリクエスト通りの、えー、中岡慎太郎ということで今回のテーマを進めたいと思いますけども、はい、あのまあこの番組でもね、はい、中岡慎太郎あのちょいちょい顔を出してるんでねそれでこの,あのリクエストホームだともう思うんですけど、はい、まあ 単に僕が非常に好きっていうのもあるんですけどやっぱりですね何て言うんですかあ、まあ、いつもあのこの番組で言ってますけど、はい、歴史って過去から見たことなので当時のありのままをやってるわけじゃないですよね、はい、まあだから簡単に言うと要するに買った者側から見てる歴史が僕らが知ってる歴史なのでもしかしたら、まあ嘘かもしれないですね。はいあの 事実とは。違うかもしれないんですけど。中岡慎太郎の場合はですね非常にこう裏方業務が多かったっていうのとやっぱり幕末でいろんなことが起きていろんな人物がいたんでちょっとこう取り上げにくい。 人であるっていうのがちょっと損しているところで。なんかイメージがね、あの坂本龍馬の古文的なイメージ。ありますよね。ねうん、多分皆さんもあると思うんですけど。龍馬とはなんかセットだけど。うん、えっと、あまり注目をされない。なんかおかしいんだろう。はい、あのね、あの、おそらく、例えば、じゃあ、えっ、ー、と薩摩で言うとね。はい、薩摩藩。はい、って言うと。西郷と。 誰,誰になると思うです大体2人いるじゃな、はいで長州だと、えー、例えば木戸孝義と高杉晋作とか、はい、まあ高杉晋作と草賀源随でもいいんですけど、はい、それに匹敵するぐらいの話で坂本龍馬と中岡慎太郎っていうのは、はい、古文ではなくてほぼ対等か、まあ、若干僕はあの力量的にそれ以上じゃないかなっていう評価をしてるんですけどなるほど。 でまず坂本龍馬ですけど坂本龍馬は、えーとまあ、商人の子供っていうのもあるし、はい、あとちょっとワールドワイドにねあの思考を持ってる方なんで、はい、どっちかというとビジネスマンに近い感じなんですけどあの中岡慎太郎は本物の革命家なんでも <laughs> ううそなんですねだか,だからもう何て言うんですかねだからあの例えば、えー 幕府を倒すとか、はい、そういったとこだけを見た時にはもう中岡慎太郎の方が非常になんていうか優秀って言ったら変ですけど、うん、素材に合ってるっていうかで、えー、と坂本龍はもちろん倒すもあるしその先のねあの国づくりとかも含めてなんで、はい、ただ中岡慎太郎が国づくり考えてないってことはないんですよ、はい、それぐらいの人で,、はい、でまず土佐藩って、えー、と以前ね 竹内藩平太の時に言ったんですけど、はい、あの非常にまずね藩の仲が仲が悪いんですよ。藩自体が、ね、藩自体がね上司と下司っていう、はい、あの分かれ方してまして上司っていうのは、えー、徳川幕府になってから後から来た山之内氏の家来というか。 でえー、と家事っていうのは、えー、その前に統治してた長相部の家臣の子孫たちが菓子ってなってて、はい、で中岡は菓子、えーえー、ではなくて庄屋の息子なんですけど、まあ、位置的な菓子に近いんで、はい、土佐金納刀っていう、はい、まあ要するに土佐の中でまず下克上をしないといけないんで、はい、なんていうんですか、えー、と土佐藩を。 江戸幕府を倒すとかその前に土佐藩の中の家臣が上司を倒してまず頭角を表すいうことをしないといけないですね。はい、でそのために集団を作ったのが、えー、土佐勤納党っていあり、はい、ましたね、うんで。土佐勤納党にはもちろん坂本龍馬とかもいて、はい、それで、えー、と土佐藩を一回改革してからまあえっ、ー、と日本のこと考えようみたいなねところがあるんですけどでもちろんそこにいたんですけどもね あのまあ、拉致開,けな開かないので、はい、結局は暗殺して、うん、あの政権を握るんですけど、はい、そもそも土佐藩ってあの徳川に恩があるんでうん、うん、基本的には倒幕に向かいづらいわけですようん、うん、なので中岡慎太郎は脱藩して、うん、ほぼ長州藩にいるんで、うんまあ、実質上長州藩主と一緒なんですよそうかだからあれかつな、あのー、げてましたよね。そそそうそうそうだから薩長同盟はい ありますよね有名な。うん、で一応あれ、えー、と表立ってはあの坂本龍馬が仲介してますけど、はい、その下ごしらえというかもっと言っちゃう僕は最初の構想は中岡慎太郎が作ったんじゃないかなっていうぐらいの位置づけなんで要するに中岡慎太郎がいなかったら、はい、長同盟がなりづらい、はいで。もちろん坂本龍馬も大活躍してますけどで、えー、さっき言ったように中岡慎太郎ってほぼ長州藩 行動を共にしてるんで幕末、うん、って長州が一番過激で、うん、一番殺されてるわけですよ。うん、のその言ってましたね。うん、で真っただ中にいるんですよ。はい、なので例えば、えー、と最初の方にあったまず、えー、長州藩が、うん、まず当時、えー、政治の中心であったねまあ、えー、京都、はいで。京都において長州藩が力を持ってた時はいいんですけど、うん、その時に えー、政変が起きまして、はい、長州藩が追い出されると。うん、追い出されて、えー、と薩摩が政権を握って、うん、でもう一回長州がそれを奪還しようとして、えーとまあ、禁門の変というのを起こして、はい、やるんですけどことごとく負けて、うん、あの当時の長州藩の有能な人、うん、いわゆる昭華尊塾。うん えー、吉田松陰の松下村軸にいた人たちのことごとくが死んでるんですよ。はいうん、でその時中岡慎太郎もほぼ行動と共にしてるんですけど、うん、生き残ってはいるんですけどね。うん、なのでだから革命の最前線に結構関わってる。うん、で坂本龍馬はその時、うん、勝海舟の弟子でもあったし、うん、そういう直接的な,、うん、なんていうんですかそういう何てうんで、えー、争い事っていうのは、はい、ちょっと違う次元で生きてましたので。 なので長州の気持ちが最もわかるのがまあ中岡慎太郎。なるほど。これ長州と一緒に行動してても長州藩士ということではないってことなんですね。そうそうそう。脱藩してるからっていう。脱藩。たです。浪人なんだ。よくでも一緒に行動できできるもんなんですね。やっぱりあの長州藩って少しそういうところあのえっと何つう寛大なとこがあってっていうとこもあるのとあと中岡が すごいね、長州藩士ではないのに、長州藩のために命がけで戦ってるんで、だからちょっとやっぱ別格なのと、あと人物的に優れてるんで、やっぱり接してると、ただもんじゃないなっていう。なるほど、まあ認められたっていうことですね、まずね。あとね、皆さんもしね、ネットとかつなげて、まず写真を見てほしいんですよ。めっちゃ気合入った顔してるんで、半端じゃないんで。僕今見てますけどねめめちちゃゃ 気合入ってます、ねうん、まずね写真からもうなんか闘志がみなぎってるっていうか、うん、もう革命家の典型の顔してますねだから本当すごいんですよで,で結局長同盟を、えー、つくえー、と裏方で活躍し、はい、いざ倒幕ってなったでさ、えー、と坂本龍馬ってと途中というか思想がやっぱり内戦はあんまり起こしたくなくて。 日本を統一したいという考えでいわゆる公部合体派とか、はい、夕飯連合って言われている思想なんですね。はい、で公部合体というのはあくまでも、えー、と朝廷と幕府を一緒にして、うんうん、だから倒幕ではないんですよ。はい、要するに幕府も一緒になって日本を作ろうっていうのが公、うんえー、部合体とか、はい、また夕飯連合って言われてるね。はい、いろんな人が政治に参加しましょう。うん、っていうのがあって。 で、夕飯連合なんでね、はい、それが。うん、で、坂本龍馬はそういう思想なんですけど、はい、中岡慎太郎は終始一貫倒幕派なんですよ。はいうん、だから倒幕のために、うん、要するに江戸幕府がある以上、うん、小手先で仲良くなったところで、うん、結局元の時代に残るんじゃないかって思想なんで、うん、なんで考え方が実は坂本龍馬と中岡慎太郎は違うんですよ。うん ただ、えー、と幕府が強すぎても困るんで、うん、長同盟を結んで、ほぼ対等か幕府に物を言えるっていうところまでは一緒だったんですけど、うんうん、だから、えー、の最終的には何の因果か、同じ日に暗殺されて死ぬのは1日か2日ずれてるんですけど、うん、襲われちゃったんですけど、うん、あれは坂本龍馬と中岡慎太郎って思想が同じではなかったんで、うん、だからそこのところが、うん、なんかね、まあ、疑問点ではあるんですよ。 命の狙われ方が違うんで、うん、なるほど、うん、一緒に殺されたというふうに、うんえー、描かれてるじゃないですか特に僕だったら見てたの龍馬伝とか同じ場所でバざバざってされてますよね、はいはい、あやっぱり同じ場所ででなんですか、ねうん、同じ場所は同じ場所なんだけど、うん、あそこでじゃあ何かをそうだけど狙ってたやつがね、うん、要するに暗殺側が「うん 例えば幕府であれば、うん、幕府に反抗するから殺したって話結局誰が黒幕かっていまだに分かんないんですけどうん、うん、なった場合、うん、中岡慎太郎を殺す理由は分かるわけね終始一回倒幕派なんで、うん、でも坂本龍馬って、うん、あの後部合体とか、はい、要するに幕府にも割とあの何てうの、ね、いい方な取り方の人だったんでうん、うん、だから そこがちょっと謎で、同じ考えではなかったんで、もう一つが、うん、じゃあ、例えばじゃあ逆側のね、じゃあ,あの、完全に倒幕派からすると、はい、坂本龍馬が途中で倒幕派ではないので、うん、えと後部合体寄りなんでね、うんうん、そうすると幕府も温存ってなった場合、うん、じゃあ、なぜ中岡が完全倒幕派の中岡が殺されたんだっていうのがあるから、ちょっとまあ、うんうん、ちょっと。まあ 暗殺のところは謎なんですけどだからね途中から坂本龍馬と中岡慎太郎の路線は違うんですよ。だから坂本龍馬のちょっと古文的な扱いっていうのは、うんまあ、そもそも違うしうあとねえっ、ー、と 明治時代になってから、はいでまあ、有力者はほとんど死にましたけどそれでもやっぱ長州は勝った側なんで、うん、えといろいろ明治になって、まあ、大臣になったりとか、はい、有力者になっていくんですけど、うん、その人がやっぱ口々に中岡慎太郎のなんか凄さ最後、うん、に匹敵するっていう評論も出てるぐらいまあもちろん生きていったらもう大臣クラスのすごい人なんで。んうん、本当ですよねあんまり どうなんだろう、中岡慎太郎を題材にした。ドラマというか、まあ、ないことはないと思うんですけど、うん、あまり目にしないですね。ねそうですね、うん、で、やっぱり裏方業務とかね、やっぱり、この、んなんつうんですか、本当の実務部隊っていうか。うんうん、あの、構想。 まあそれなりに描いてたと思うんですけどうん、うん、それよりも現場にいた人なんでんじゃあもうあれですもう現場ディレクターみたいなもんですね、うん、現場監督とかしかも当時の現場って本当にほとんどが殺される現場なんで <laughs> あのとんでもない時がよ,、ね、よくでも よく死ななかったですね、長州の一緒に過ごしてて。で、中岡慎太郎の場合、さっきも言ったように、土佐の脱藩なんで、うん、土佐からも命狙われて、だから生まれ故郷からも狙われ、うん、か,かばったのは長州で,、うん、で、当時は長州藩そのものも、まあ、ボコボコにされてますから。た、はい、たまたまうちらはあの 歴史を知ってるんでね、うん、長州が勝者のように感じますけど、うん、途中の段階ではもうボコボコにされて、うん、もう長州藩自体が潰れんじゃないかってところまでいてその時も長州藩にいた人なんで,で、ね、あの中岡慎太郎は、うんうん、まあでも革命を起こすにはもうそこしかないなっていうそう,、ねうん、そういう選び方だったんですねそ、うん、それしかないなっていう感じだしあと死生観がやっぱりあの当時と今は違くて、うん、あの生きる 生きるってことを目的にまあ全員じゃないそすもちろん生きるってことよりも生きざまなんでなるほどなんか平いへいボンボンで生きるぐらいだったら華々しく散りたいみたいなところだと思うんでなるほどまあそれがまあ長州藩とまあ中岡のいわゆる方向性がまあ臨死一緒だったっていうことなんですねだから坂本龍馬とは方向性は違いますよね一時は一緒だったんですよだから社長止め だけどあの根本的には全然違うし、うん、あと、多分人物像も、うん、あの坂本龍馬はちょっとなんていうんですかあのもちろんこの、もともとの性格もあるけどちょっと構想がでかいから実務的にはちょっとら吹きというか構想がでかすぎるうん、うん、で中岡はシビアに現実を見て、うん、あの一歩一歩手を打っていくみたいなタイプなんで。なるほどで、うん、すね あとはやっぱね写真とかを見てもらってそうですねまずそこからがいいかもしれないですね、うん、キレキレですよそうでもう一切の妥協せずに、うん、倒幕だけを目指したっていうか、ね、<laughs> 一応あの、えー、と名前がねあの坂本龍馬海援隊っていうのを作って、うん、えと中岡慎太郎は陸援隊っていうのを作ったんですけど、はい、あの海援隊は総合商社みたいなとこなんで、うん、だ今でいうあの会社みたいな感じで,、ねはい、で陸隊は 長州藩の騎兵隊とかと一緒で本当の軍隊なんで全然違うんですよ名前が似てますけど本当に違いますねなえで陸援隊と海演隊んかそういうのが一応陸軍って意味で作ろうと思ったんだと思うんですねあそっか海援隊海だからまあそっか勝者みたいなそうそうまあもちろん軍事的な意味合いもありますけど いやちょっとぜひ皆さんですねまず中岡慎太郎の写真からそう意外とね幕末ってその頃って写真がねやっと出てきた時なんでその時の面構えでんていうんですかねこれただんじゃないなっていうのは多分ね写真でわかると思うんでこれがね古文のわけがないってもう親分にしか見えない本当ですねキレキレですようんすごい でもちあだから土佐の後々天下取る上司の人たち、うん、あの代表的なのは板垣退助なんですけど、はい、当時の乾退助生涯坂本の弟子だって言ってたっていうことなんですけど、うん、まあ坂本龍馬は弟子だと認めてないですよ、うん、本人が言ってた時なんで。うん、もう含めて、うん やっぱり、坂本龍馬と中岡先生は別格だって言って、うん、なるほど。うん、だから、最低でも坂本龍馬と同等クラスなんで。んじゃあ、あれですね、ぜひ、あのー、はい、坂本龍馬は知ってるけど、中岡慎太郎はあまり知らないっていう人はですね、うん、ぜひまず、ちょっと検索かけていただいて、ね、まず写真から真 <laughs> このキレッキレ具合を、ちょっと見ていただいて、そうですね。うん、あの、ね、興味があればぜひ調べていただければなと。はい 思います、はい、えー、今回のテーマは「むくむくラジオ食べ」「むくむくラジオ食べ」「むくむくラジオ食べ」むくむく